まああれですかね、まず最初は吉本坂のやっぱり二次オーディション、ね、そうなんですよ。いやーこれはもうちょっととんでもない空気というか、まあ二次はねちょっとね、まあ、やっぱこの本社、今も本社ですけど、本社で僕ら朝9時ぐらいですか、そうに入って、で、まあ、何日かに分けてやってるんだよね。もう1週間2週間ぐらいかけてね、東京大阪に。しかも聞いたら吉本坂のその一次審査で落ちた、うん、書類審査で落ちた人た約3,000、2,700人ぐらいから、うん、まあ、700人ぐらい絞られて、はいはい、で二次オーディションじゃん、はい、まあ、言ったら、面接官が大体8人ぐらいいるんですよね。 でそこに今番組のカメラも入って、うん、で二次審査は5人1グループで、まあ、集団面接でアピールタイム1人3分持ち時間でみたいな、うん、もうね久々にその芸人のオーディションとはまた違うし、芸人さんってネタをやったりとか、まあね、あのまあおふざけするっていう仕事というか、まあ、うん、あの面接じゃんか、うん、オーディションじゃんか、だけどもその書いてあるのよ赤字で、今回は芸人のオーディションではなくアイドルのオーディションですみたいな、そうバーンって書いてあって、やばいよね。で空気も全然違くて、それ知らないからね、歌とかも結構マジなのよ。で 歌審査もあるから、まあ、30秒以内で歌歌ってくださいみたいな、うんうん、結構そのいろんな歌声とかも聞いてきてさ、でマジなので、緊張で上ずいてる声というかさ、うん、で俺らの前 あの面接した人たちが出てくるんだけど、そのうち一人が川島だったんだけど、俺確かに何やるか知らなかったけど、うん、とりあえず川島が失礼します失礼しますっていろんな人がはけてく中、うん、失礼しますって出てきた川島が右手になんか一升瓶持って失礼しますって、ね、出てきたから、いやこいつ何やったんと思って、赤文字を無視してやりました一升瓶をふざけてやりました。特技披露とかいろいろ自己アピールなんだけど、3分間でね、まあ、出身地の名前と年齢とみたいな言って、そこからアピールがあって30秒で歌う、そうだよ、ね、で俺はまあ一応、うん、まあ、自分の自己アピールみたいなのを言ってから、うん、まあ、体幹がしっかりしてるっていうので、まあ、一生瓶乗るっていうやつやったんだけど何その体幹がしっかりしてるっていうの で一生瓶に乗る、はい、まあ、一生瓶にこう足をこういう感じでこう、まあ、立つっていうか、はいはいはい、はい、だから昔そういう、ね、その特技でね、はいはい、あの習得した習得したやつをやったわけですけど、一生日のこういうところのここに足を置いて、はい、乗るで、要はガニ股みたいな感じでこのまんまで、そうちょっと、いや、そうこういうことでしょ、そう、そういう感じで、これで一生日にこうやって乗るってことでしょ、乗るというねことをやったんです。これでは昔ね番組で川島ができるか、はい、でこのこれやりながら草笛だっけ、草笛吹くっていう2分ぐらい乗れてたんですよねそうこれの才能がすごい、普通の人じゃ絶対できないんだけど一発できちゃった。そうでこれをやったらですね、それやった3秒しか乗れなかったで、まあ終わってストンって落ちた瞬間にもうちょっとまあクス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 っていう感じで、なるほど、クスクス、で歌は中島みゆきさんの、僕は時代を歌いました。時代ですか、はい、私中島みゆきさんの糸まさかの中島みゆきかぶりしてましたね、コンビで、はい、いいと歌いました。なるほど。